パティだけ、あのできるんですか。私はできます。あ、できる。あ、そう。いやいや、これは難しい。うん、ネギが入ってるね。どうもこんにちは、ケビです。どうも、かけです。山です。ファーストフードハンバーガーのパティだけで店名を当ててみろいやいや、パティだけ、あのできるんですか。私はできます。あ、できる。あ、そう。いやいや、あのハンバーガースキルがとても範囲な私もですね、はいはいはい、もうこれパティだけでも分かりますと。あなたたちもいっぱいハンバーガー食べてきましたよね、うん、食べてきました、人生で、ね、食べてましたね、ファーストとかね、はい、パティだけで当ててみなさいよ、そろそろ。なるほど。リスペクトを持とう、ハンバーガーに。なるほど。ちゃんとリスペクトを持って、持ってるけどさ、当ててあげようと、はい、いやーいう企画でございます。じゃあ今回は6メーカーのハンバーガーでパティだけを食べて、これはマクドナルドだみたいな感じで当てると、うん、そうです。できるかな、心配。パティって肉のことでしょ。肉のことだけですね、うん、できますよ、大丈夫ですよ。一応用意したリストはですね、ロッテリア、フレッシュネスバーガー、マクドナルド、バーガーキング、ウェンディーズ、モスバーガー。なるほど。でございます。はい、うん、ちなみにどれが好きですか、一番。僕はバーキンかな、この中だと。バーキング、うん。いやー、俺ね、そもそも食べたことがないのよ、あんまり。あ、はいはいはい、マックぐらいしか分かんないな。いや、もうマジでそれだけしか分かんない。申し訳ないけど、今回はあの普通のハンバーガー、マクドナルドだったらハンバーガー、バーキンだったら、うんうん、あのワッパー、そのお店で一番普通のハンバーガーを選んできてますので、うん、それでやろうと、はい、いう感じでございます、うん、ちなみにケビンはもう全部食べたことはもちろんある。もちろん全部食べたことあるし、うん、わかるよ俺。ケビン世界中のハンバーガー全部食べたことあるもんね。はい、あります。生まれた日から食べてるからね。なので積み上げてるから。違うな。そんなハンバーガーマスターのケビンからの、うんうん、出題ということで、はい、はい、ちょっと頑張っていきます。いやー、いきたいと思います。ケビンほどではないけど、ハンバーガーは結構食べてると思うんだよな、割と。じゃ結構いけるかも。うん。マックのハンバーガー、普通のハンバーガーと例えば、うん、ワッパーとかってもう値段が全然違うから。あ、どんなもんなのそれ。多分ね、5倍ぐらいする。マジで。ワッパーの方がクオリティが違うんで分かると思うんですよ、肉のクオリティがね。これさ、ちなみにさ、全部アメリカのやつなのこれって。ハンバーガーメーク、モスバーガーは違うんじゃない。モスって日本。モスは日本じゃない。そっか、ロッテリアは韓国じゃないかな。あー、確かにね。そっかそっか。他はどうなんだろうね。フレッシュネスは日本じゃない。フレッシュネス日本なんだ。日本だと思うけどな。バーキンとマックとウェンディーズはアメリカだよね。そう、間違いなく。そうそうそう。お、食ってんな、なんか。すげえ。音で、音でわかる。まあ一応この感じです。今のところ並べました。こんな感じです。これは難しい。もうわかんないもんだって。もうわからん。いや、もうわかんなかったらわかんないでしょ。完成しました。こちらになります。で、一応ヒント的にはこのな形が違うのがあるよね、一個。四角がね、ここだけあったのよ。いや、多分分かる人はこのもう四角が何かもう分かるんじゃないかな。分かるんだろうね、きっと。テレビみたいな。もちろんですよ、形がね。四角の意味っていうのがありますからね。一個四角だったんだよって言ってたじゃん。初めて見たみたいな。みたいな感じで言ってたけどな。でもさ、アメリカの人って四角にしなそうじゃない、ちょっと。いや、分かる、ね、こんなごめんどくさいことしないもん。そうパーンパーンみたいな。一通り食べてこんな感じかなっていうのは、うん、できました。私は、はい、俺もできました。はい、はい、いや、じゃあせーので、せーの、ででん、1位、あ、2人ともバーキンですね。バーキン。2番どっちもフレッシュネス、3番がウェンディーズ、4番が分かれました。山ちゃんロッテリア、かけちゃんモス、5番が山ちゃんモス、俺がロッテリア、あ、でもすごいね。6番マック。ほぼほぼ5と4だけが違うだけ。すげえ、これはすごいじゃないですか。すごいね。ちょっとね、2と3がかなり分かんなかったのと、4と5が分かんなかったっていう印象なんだよね。なるほどなるほど。なんかね、2はちょっとね、なんか日本を若干感じたんだよ。分かるわ、ね、めっちゃ分かるわ。そうそう、ちょっとやっぱね、お上品というかね。そう、味付けもちょっと薄いっていうかね、うん、うんうん、なんかさっぱりしてる。3の方がアメリカっぽい気がして、うん、ウェンディーズが3なんじゃないかって予想した。3はアメリカっぽかった、うん、で5はなんか俺高校生の時に、うん、ロッテリアの毎日部活帰り食ったんですよね、うんうん、なんかこう食べ慣れた味がしたのかなって思ってロッテリアにしたんだけど、ちょっと、ね、わかんないです。じゃあ答えいきますよ、はい、はい、1番バーガーキング。よし、おー、よし、よし、6番いこうかな。6番、6番、はい、6番、はい、
マック。ああ、よし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 。よかったっす。こっからだよ。こっからね。5番。5番。5番いきます。はい。ノッテリア。おお。きた。5番ノッテリア。さあ、これは熱い。4番いきます。はい。モスバーガー。おお。すごいよ。来てるよ。モスバーガー。3番。はい。フレッシュです。マジか。多分フレッシュです、ね。マジで。で2番がウェンディーズ。いやー、まあ、そうなん。でもまあまあまあ惜しい。そこだけだった。結構当たったね。でもね惜しい。だからね2と3だけだったの間違ってたのは。すごい。でも山ちゃんも、うん、ね山ちゃんは1と6だけだよ。結構間違ったね。これはでもね。意外、2と3の逆なんだ。2と3が逆なだけですね。嘘。じゃあこれがウェンディーズなんだ。それウェンディーズ。四角いのが。四角いのウェンディーズ、ね、すごいね、そんなに当たって。思ったよりできた、うんうんうん、でも満点ではなかったですね。はい、残念でございます。非常に残念。満点取ってほしかったな。ここでではケビンにもやってもらおうかなと思って。そんだけ言うんならさ、できますよねと。いいよ。いいよ。じゃあこれケビン一回見ちゃってるから形とかは多分もうね、うん、なくてもいけるはず。あのでも目つぶって、うん、ああいいよ。でもう俺と山ちゃんがこれをやるって言って、でもう 手に渡してるね、うん、目つぶって言えるから、うんうん、やってみなさいよ。はい、こんなのは余裕だと言ってきましたからね今日。いやー本当に彼はどんだけディスられたか、うん、俺たちが。さすがにできるでしょうということでね、うん、では1つ目、はい、こちら1つ目でございます。1番食べるのは1回まででございます。ちなみにケビンさん、なんで俺1回だけなんだよ。なんで俺1回だよ。分かるでしょ、 でしょ。2回食べる必要あんの。分かんない、もしかして。いや分かるって言われてるの。、うん、マックバーキンウェンディーズではない。ロッテリア。さあ強気ですね。じゃあ2番。分厚いね。分厚いね。うん、肉肉しいね。うん、非常に肉肉しいね。バーガーキング。いい発音ですね、さすが。バーガーキング。 OK。 はい、3番こちらでございます。うん、ネギが入ってるね。ネギという職人が練り合わせた最高のパーティー。なるほど、うん、最高評価。美味しい。マックではない。マックではない。それしか言ってないから大丈夫。マックではないのは間違いない。これはね、モスバーガーですね。これモスバーガーですね。はい、次4番でございます。なるほど。これは、うん、マック。ほう、これはマック。メッディー。はい、どうぞ。次5番。はい、分厚いね。美味しい。美味しいね。これはね、フレッシュネスですね。今のはフレッシュネス。最後、6番でございます。なるほど。まあ、ウェンディーズだね。なるほどね。ケビンさんの回答、こちら。でで、なるほど、なるほど。じゃあ、正解発表していきます。はい。1番、ロッテリア。素晴らしい。ほら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 。2番、やっぱ4番から言ってもいいですか。あ、どうぞ4番。4番、はい、マクドナルドですよね、はい、俺もう一瞬で分かったもん、はい、一瞬で分かった、マクドナルド、はいはい、5番、はい、フレッシュネスですよね、うん、分かるんだよ。3番、モスですよね、うん、ですよね、はい、ではここが最後ですね。2と6が残っております。はい、はい、どっちを知りたいですか。いやまあどちらも当たってると思うんですけど、まあ、どっちも2でいいんじゃない。じゃあ2番、うん、ウェンディーズ。6がバーキンでございます。あれ、ケビンさんって、ケビンさんってバーキン結構おすすめしなかったでしたっけ。ケビンさんバーキン結構おすすめされてませんでしたっけ。してない。してない。バーキンおすすめじゃない。あ、別にあんま食べないし。あ、食べたことない。ウェンディーズもあんま食べない。あ、ということで、ケビンは6問中4問正解。一緒でしょ、だってここ2人はさ。5分、ね、なんなら俺バーキン当たってるし。食べたことないのは外してるわけだからね。そうちゃんとこのちゃんと分かんないところが分かんなかったけど、そうですね。でもスピードが全然違うから。
そうだね、確かに早かった。スパーンってだから。確かに早かった、早かった。パーンではなかった気がしたけど。スパーン当ててスパーン外したから。はい、じゃあ、ハンバーガーパティーズで当ててみようでした。美味しかったですね。美味しかったですね。こう食べると全然違う。そうだね。うん、ね、全然違う、ね、想像以上に違った、うん、こんな違うとは思わなかったですね、うんうんうん、今から残りのパティーズ、パティもね、はい、バンズ、うん、バンズも皆さんで食べますから、はい、レタスとかも食べますからね、はい、よろしくいただきましょう、はい、はい、では、今回は以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。じゃあまたね。たまにあのバンズをパンズって呼んでる人たまにいるよねそこでやっているたまにいるよねパンズパンだから、ね、間違ってはないよ、だからパンズではあるよね、2枚あるし、パンの複数だから、ね、そう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 まあブレッドだけパンズだからね。